VR3EX の引き続きなんですけども、山中さんから解像度はおかしいんじゃないかという指摘を受けたので、ちょっと確認をしてみようと思いまして、今クワッドで1番2番が G 点ですね。 G 点というのは、まあ、ロックはできないというか、カメラ側でロックはできないので、今出力確認をしてみると 480p で出てると。で、3番目のソニーの CX720 も一応 480p で出していると。で、Mac は今 HDMI までつないで 1080p で入力4に入れてみました。じゃあ各入力を見てみますと、これが1番の G 点、これが2番の G 点、これが3番のソニー CX720、これが4番のMacBook Pro という形になります。それぞれの、あとこれ C285 で、今度 720p で録画してみました。しています。今までのサンプルは全部 VR3EX で 480p 処理したものを 1080i にして出して録画してて、それを結局また p に戻してるっていう、C285 の中で p に多分戻してると思うんですけども、そこ変、無駄だなと思ったんで、480p 処理したものを720p で出して、それを C285 が、1080p にちょっとアップコンすると、p のまま、という実験ですね。じゃあ一個ずつ解除してカメラ絵にしていきますが、これで解除されたかな。で、今時点は全部メニューが出るモードになってますんで、メニューが出ると、これ1番、2番、3番、3番、4番という形になっています。あと、じゃあ今日はいわゆる Mac の解像度の部分、まあ Mac のクリアさというか HDMI で 1080p で、出しているものを、で、まあなんか、ちょっとブラウズをして細かい文字を、ね、見てみたりしましょうと、こんな感じですかね。ネット配信部、まあ、例えば動画とかをね、これで見てみるということで、これ、まあ、昨日言ってたやつですね。これ HD を押さないとね、あれなんですよね。まあ、これ見てるとややこしいな、なんか入れ子になっちゃってね。ちなみに、あ、でも音がこれ、今一応、当たり前だけど、ま音が、4番に、立ち上がってくるんで、よいしょ。今ちょっとね、4番の音がうまく、こっち側で拾えてないのはなんでかというと、HDMI の4番のセットアップ。4番のセットアップがいってないのかな。ちょっと、これ時間かかるからまた今度にします。じゃなくて、普通に、なんか、ユーストとかを、まあ、YouTube とかを見に行きますか。ね、こういう感じで、見に行ってみますと、どうでしょう、文字的にはこんな感じですけども、割と見えますかね。まあ、ズームすると、あれ、ズームどうだったっけ、3本指。忘れちゃった。2本、すいません。ズーム忘れちゃいました。こんな感じです。はい。あと、ちょっとキーノートみたいなのもね、キーっぽいものを探してみたいと思ってるんですけど、これちょっとね、あんまり、なんか、何もない感じなんですよ。まだ入ってない、入ってないやつなんですよね。何にも、配信線、ごめん。だからちょっとそうですね、まあみんなも見慣れてるエーテムなんて見てみてあんまり意味がない。まあそんなわけで Mac はこんな感じですよということでした。はい、
ということです。まあそんなわけで、ちょっと朝のテストですけれども、まあ解像度のテストということで、全部480でこっちも入っているはずです。これも含め、なんかおかしいとこありますかね。これはね、 VR3 側にはね特にないんですよね。その4番以外の入出力を、の解像度などをいじるのは、ビデオ4だけレゾリューションがオートで受けるか、480i で受けるか、480p で受けるか、720p で受けるか、1080i で受けるか、1080p で受けるかっていうのがあるんですけども、まあ今これはオートでやってます。まあ厳密にじゃあ720にしときましょうか。720p のモードにして、一回ここ、ボタンを押し込むと。まあ、これで最適化されてるはずなんですけれども。はい。以上です。ありがとうございました。また何か気づいたことがあれば実験しますので言ってください。それでは。